はい。一日だったようです。皆さん、お疲れ様です。まいさんです。帝国時事放送、午前のニュースです。セドリック皇太子殿下の要請により、帝国政府は昨夜から戒厳令を発令。戒厳司令部が設立され、臨時代表としてルーファス総督が就任しました。また、今朝の時点で、帝都のみならず帝国全土の鉄道網も制限されています。これはもう皇帝陛下が撃たれたこと知られてしまってるね、国民に。そりゃそうだよね。知らせないわけにもいかないよね、さすがに。陛下はやっぱりそうだ。出生地不明の某士官学院生、結構詳細に明かされてるね。全部じゃないにしろ。しかし、あれから少しだけ日にち経ってるんですけれども、改めてちょっとアッシュに対するちょっと罪悪感がやばい。あいつだったらね、大丈夫だろうって本当に信頼してたものがあったんです、今までの行動からして。放置しすぎたかな。あそこまでハーメルに対しては当然といえば当然の怒りなんだろうけど、怒りと恨み当然といえば当然。でもあそこまで深いもの抱えて、皇帝陛下があのアッシュの現象をさ、呪いって言ってたじゃん。そして鉄血宰相もそれに対してその通りみたいな感じで、皇帝陛下からさ、凛と差しで話してた時、皇帝陛下から呪いの話を聞かされたじゃないですか。あまりにも突拍子のない話でも、どこか納得のいきそうな内容でもあったんですよ。現実突きつけられたね、もう突拍子ないなんて言ってる場合じゃないわ。こたびの煮えっていう表現も気になるけど、多分、この後の展開を考えれば、こたびの煮えっていう表現も、なんとなく想像つく。こっから発展することなんてもう、わかるわ。知らせるわけにはいかないって言ったよ、さっき皇帝陛下が撃たれたこと。市民に知らせないわけにはいかないとは言ったけど、知らせることで、とある方向に持っていこうとするのはもうわかる。ほらもう、間違いない。今回の事件、共和国のせいにして、戦争をふっかける気だ。現在、総力を挙げて、容疑者の背景を洗っています。詳細が分かり次第お伝えするので、心を強く持っていただきたい。皆さんの怒りと悲しみは、知ってるくせに、しらじらしい。やばいね。さすがの織江夫人も、ひどく悩んでる状態になったね。自身のやれるべきことを見つけないとっていう表情も垣間見えたけど、さすがに皇帝陛下が撃たれたことはみんな予想外だったろうね。どんな人でも。トリスタ放送、午前のニュースです。陛下のご容体は一進一退を続けており、予断を許さないと発表されました。助かる。オリバルト王子殿下よりメッセージをお預かりしています。陛下は未だ人事不正で、正直予断を許さない状況だ。だが流言飛語に惑わされず自分を保ち、家族や隣人と支え合ってもらいたい。希望の光は必ず見えるだろう。これもオリビエなりの精一杯の言葉だよな。ああ、もう撤収されて月祭完全中止だよな。だろうね。当たり前だよね。サブイベの時になったこの鐘はさ、すごく面白いものあったけど、今は重い、この音が。なんだこれ、どこ？演習地は閉じ込められてるよ、これ。最悪。最悪。容疑者がここから出たとはいえ、最悪。ああ、ちょっと、ほんとイライラしてきたぞ、だんだん。悲しいけど、イライラもだんだんしてきたわ。最初は反りが合わなかったけど、決して付き合いは悪くなかった。何度も試練を乗り越えて少しは分かり合えたと思っている。絶対にこんな凶行を起こすようなやつじゃない。当たり前だよ、そんなやつじゃねえよ。もう分かるじゃん、あんな。私もそう思うよ。確かに路悪的なとこはあったけど、自分勝手でいい加減でもなかった。その路悪的な内容もさ、至って常識的だし良識的でもあるし、普通に人を気遣って言ってるような言葉ばっかりだったから、そこに対してなんか自分のいじけた言葉を付け加えてただけなんだよ。至ってもう普通というか、誰よりも気遣いの良くて頼りがいのあるやつだった。クルトの言う通り絶対こんなことやるようなやつじゃないし、ユーナの言う通り自分勝手でもいい加減でもない。むしろそれ以上なんだよ。なんだかんだ言っても、そう必要な時はちゃんと協力してくれたし。でも確かにどこか様子がおかしかったかもしれない。ここにさ、俺ちゃんと気づくべきだったよね。もう俺も含めた全員の責任だよ。ハーメルの出身というのも驚きでしたが、ディータさん、お知り合いに別の出身者がいるんでしたよね。だね。うん。まさか他にも生き延びてた人がいるなんて。できればリベールにいるその人にも連絡してあげたいんだけど。ってことは連絡できるってこと？マジか。気候兵についても運用禁止か。戒厳令そこまでやる？こうなってくるとアルティナのことも心配だな。うん、アルティナがどうかした？引き止めればよかったかも。何？リン君。まさかあいつがな。俺の責任です。タフでしたたかに見えて、どこか不安定なところがあるのは知っていました。俺と同じこと言ってる。仕事に行ってる。ハーメルの件が分かった時に見せた危うさについても。なのに他の大きすぎる問題ばかりに気を取られて。全部俺と同じこと言ってるやん。もういや、ほんとごめんだよ、アッシュ。教官、失格でしょ。そいつは違うぜ、リーン。俺もちゃんとした教官をやるのはこれが初めてだし、まだ半人前だ。それはトアちゃんも同じ。数ヶ月で完璧にやれるなんざ、そもそも傲慢ってもんだろう。そうだよ、リーン君。大切なのはこれからどうするかってことだと思う。アルティナちゃんだって頑張っているんでしょ。そう、アルティナ引き止めればよかったかもって、どういうこと？2時間前、先ほど緊急通信で臨時招集がかかりました。どこから？これから情報局本部に顔を出してこようと思います。ちょっと待って、それでも大丈夫なのか、こんなタイミングで。大丈夫なわけあるか。帝国政府に行くってことでしょ。すなわち地政のとこ行くってことでしょ。ダメに決まってんだろ。心配ご無用です。いや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 。ミリアムさんやアランドール少佐も集まると思います。ダメダメダメ。それよりもアッシュさんの方が心配です。お前もだよ、お前もだよ。ダメだって。なんでリン引き止めなかったの？やっしまったな、リーン、これ。それは確かにあまりに突発的で裏があるとしか思えませんね。それにあの黒いもや、どう考えても何かあるよね。一応みんな見えてたんだ。ああ、何らかの暗示か薬品などの力で操られた可能性もあると思います。魔術的な何かが使われた可能性もありえそうですし、それを探るために情報局に戻るってか。リエ、気づいてよ。なんで引き止めなかったの？これは。ですからできる限り情報を手に入れてきます。同じ7組の仲間、放っておけませんから。くそくそ、こういうさ、こういう良心的なところをさ、突きつけて。成長したな、君も。本当に成長は嬉しいけど、こういう良心的なところにつけ込んでよ。ふざけんな。頼もしいくらいです。臨時招集されようが君の身分はトールズの学院生だ。理不尽に行動を制限されそうになったら緊急回線で連絡してくれ。それこそバリマールの力を借りてでも迎えに行く。リーン教官。そうか、私たちもだよ。絶対に迎えに行くからね。ああ、くれぐれもお気をつけて。じゃあもう今すぐ行こう。では皆さんに無茶をさせないように頑張りますね。やだよ、これが最後の笑顔になりそうな気がしてならん。ねえリン、ねえリン、リン思いふけってる場合じゃない。早くバリマールのとこ行こうよ。あ、マジか。はははは。レイオン、おうちゃんいる？いないです。僕には来てないよ。ほらね。セクターも別件で動いてるし。ほらね。やっぱりダミーでした。帝国政府のもとに行ってしまったんだよ。地政のもとに行ってしまったんだよ。遅かったか。なんでリン本当に気づかなかったの？うん、信じられない。僕が何とかするから安心してて。信じられん。はい、もう本にもう取り上げられたか、それとも気失っったか、最悪。あ、戻ってきた。言い切ってくれてありがとう。だろうね。もうこれ、プロパガンダに使うつもりだろうし、共和国侵攻のための、煮えとして使うつもりでしょう。オッケー、ありがとう。来たぞ。もう来たぞ。来たよ。怒ってほしくなかった現実。もう確定です、これ。もうどっかで見たことあるわ。政府からの重大発表なんて。まさにそれを思い出してました。いいな、断じていいな。鉄と血をあがなってでも正義は執行されなくてはならない。見事だ。シークロウアームブラスト。あ、さすがに。親愛なる帝都市民の皆さん、そして全国民の方々、エレボニア帝国皇帝ユーゲントが着手、セドリック・ライゼ・アルノールです。音楽重っ。曇り空がいい演出出してんな。天気悪すぎだっつうの。天気まで空気読まなくていいんよ。もう辺りに気候兵散らばってさ。未だ陛下の重篤状態は続いています。ていうかさ、お前、制服着たままこの重大声明やんのやめてくれ。無論、最高の医療体制が敷かれていますが、容体は極めて危険とのこと。どうか皆さんも女神に祈っていただければと思います。ですが今回の件で再認識しました。現在の帝国が置かれている潜在的な危機を、今回の実行犯の背後にどのような国家が関わっていたのか。もうマジで呆れ果てるわ。こんなの全部お前らのせいなのに。最低だよ、やってること。そこで私は皇太子として、陛下の代理としてこの件についての全権を委ねたいと考えています。ご存知、ギリアス・オズボーン宰相。そして今回事件の対応に協力してくれたルーファス総督に。ああ、皇族の立場というものが。海軍司令部臨時代表ルーファス・アルバレアです。皇族の立場が鉄血宰相にいいように利用されとる。最低、本当に。こたびの事件の全貌は調査中ですが、使用された凶器は判明しています。カルバード共和国、ベルヌ社製、検知器にもかからない極めて特殊なタイプです。そしてここ数日、100名近い共和国人が帝都に潜入していたことも判明しています。これさ、本当の話だからね。これ本当の話だからもう、騙されるよ、大体の人は。帝国政府代表、ギリアス・オズボーンである。今は陛下のご回復を祈るしかないが、こたびの件、まことに残機に耐えない。どうして食い止められなかったのか。己の不甲斐なさに打ち震えるばかり。嘘つけよお前、現場に言わせてただろうが。止めなかったでしょ、お前だったらさ、絶対止められるって。おお、嘘つきだが諸君、果たしてこのままでいられようか。度重なる国境侵犯に武力侵攻、あろうことか、帝都に破壊工作員を大量に送り込んでの今回の強行。全部お前らのせいなんだけどね。破壊工作、ふざけんな、それ破壊工作じゃねえよ。お前らが戦争ふっかけようとしてるから調べに来てただけだっつうの。マジで最低、本当に最低。それが意味することは明白である。数百年に及ぶ帝国の宿敵、東の脅威、カルバード共和国による宣戦布告であると。言っちゃったよ、新聞まだごまかしてたけど言いやがった。言うまでもなく、かの国は強大です。ハントは帝国に匹敵し、国力もほぼ同等、相当規模の軍事力も要しています。ならば我々は生き残るための決断をすべきでしょう。生き残るための決断だって最近どっかで聞いたな。あの名国土だけがバカみたいにでかい、無駄のあるあの国家。貴族も平民もなく、個人や団体の違いなく、この危機を乗り越えるため、全国民の総力を結集することをお願いしたい。やばい、これ絶対来るぞ。それを可能にする画期的な進歩を近日中に成立させる予定だ。国家総動員法か。国家総動員法ですよね。それがその新法の名前である。最低、ガチで最低で、何も知らないこいつらは絶対乗せられるって分かってた。プロパガンダ完璧すぎでしょこれ。全部見抜くことってほぼ不可能だよ。ちゃんと覗きに覗いてきた人たちじゃないと。あ、習ってるんだ、新法なのに。うん、ガチでやばい。最低最悪の。政治学の分野で論じられてきた近代以降起き得る。ああなんだもう、トールズってすごいね。東大とかもうそういったレベルじゃん。いや、ほとんどの人もう気づいてない。うん。そういうことになります。ミハイルはまだちょっと帝国政府を疑いたくないっていう思いが交錯してる感じだね。でももうそろそろ、ちょっといい加減目覚めてもらいたい。今までやってきたこと明らかにおかしかったのはもう言うまでもないじゃん。またラウンドオブセブン。エマ、ガイブス、リーさん、演説ですか？昨日の件と今しがたの演説、今一度7組で話したい。そうしたいところなんだけど閉じ込められてるんですけど。今改めて紹介したい面々もいる。こちらは構わぬ。主任もそれでいいか？いいでしょう。こちらとしても状況は知りたい。だがどうやって演習地から出る？そうだな、衛士隊の連中が外出を許すとは思えないし。そうね、あいつら憲兵隊じゃないからミハイルの言葉は通らんだろ。ええ、なんとかしてリン君が出られる口実を。まあなんとかなるでしょ。なんとかなんの？あれ、電話からじゃないんだ、直接来たんだ。猫くらいは入れたか。セリーヌ、確か旧7組の。ほう、使い魔とやらだったか。ほら、とっとと支度しなさい。私が案内してあげるわ。案内？ええ、演習地の一角に古いカシの木があるでしょ。あったっけ？ちゃんと見てね。そこから霊脈を使った転移陣で外に出られるようにします。あ、もしかしてそこ霊脈ちょうどつながってんの？そんなことが。便利すぎるだろう、魔法。私たちも連れて行ってください。さすがに黙ってらんないか。ユーナ、クルト、ミューゼ、こらお前たちは。アッシュがああなった以上僕たちも他人事ではありません。おまけにアルティナ間違いなく行方不明。アルティナさんも気になりますし、ぜひ同行させていただけると。っていうかこれって完全に特務活動の範疇じゃないですか。分かった。7組総員特務活動を再開する。イエスサー。やれやれ、まあ手間は同じだからいいけど。リン君、みんなも気をつけて。危なそうだったら連絡しろよ。えい、行くならばせめて準備は万全にしていけ。女神の加護、くれぐれも気をつけるがいい。収集入った。誰がために鐘は響く。誰がために鐘は響く。え？え？おい、俺これ言葉の意味合いわかるぞ。え？マジで？あ、こんなすぐそばにあったんだ。一応マラソンはありそうだな。最悪。なんか本当にいろんな意味で最悪。人情的にも嫌だけどさ、合理性としても俺アッシュすごい気に入ってた。マジか、使えないのか。初めて楽しくないと思えるマラソンですが、やりましょう。